新郎いとこで出席した結婚式。新郎は、いわば本家の跡取りで、実家は田舎だけど、土地持ちの、いわば地元の名家。いい大学出て、新郎両親の自慢の息子だったんだが、就職した東京で、系類のいない彼女を連れ帰ってきて、一族は発狂。大騒ぎした挙句、駆け落ちしそうになって、新郎両親がしぶしぶ許可。新郎母が決めた式場で結婚式を挙げ、結婚後は、実家に戻って同居となった。私含むいとこ世代は、ああ、嫁いびりされるぞこりゃ。とうんざりしてた。披露宴が始まると、新婦側の出席者は、新婦の勤め先の上司夫婦と同僚代表のおばさんが一人、あとは、新婦友人の女性が一人だけ。新婦は幼い頃に、両親が事故で他界したそうで、親戚をたらい回しされて育ったそうだ。今時あるんだね、大変だね。と言っていたが、実際に家に迎える新郎両親は、どんな育ちだか分かったもんじゃない。と、鼻から身構えてた。あと、交通費もかかる地方での式だから、しょうがないかもしれないが、これだけ少ない招待客って、新婦に何か問題でも?という空気は少なからずあった。ピリピリムードのまま式が始まり、新郎側の招待客の長いスピーチが続いた後で、新婦の上司がスピーチ。穏やかで心のこもった挨拶で、新婦の人となりや仕事ぶりを褒めて、信頼する部下が仕事を辞めるのは残念だが、と心の底から、新婦の幸せを祈っていいのがわかるスピーチだった。その後、新婦友人が、以後、スピーチの壇上に上がった。新婦友人は、小学校の4年の夏から、5年の秋まで同級生だっただけの人で、新婦が、別の親戚の家に行くのに引っ越した後は、時々文通してたんだって。で、結婚が決まって初めて、手紙に彼氏がいたことを書いて、結婚式に出てくれないかと言われ、仕事で海外にいたのを、急遽帰国してきてくれたのだそうだ。一緒に過ごした短い間の思い出とか、文通してた時の思い出とかを話した後で、急に黙り込んだ。で、無言で壇上を降りて、つかつかつかと、新郎両親の前まで行って、いきなり土下座。みんなびっくりしてどよめいた。A は、華やかな振袖を着てたんだけど、おでこを、床にくっつけるみたいにして土下座したまま、お願いします。新婦をよろしくお願いします。お願いします。お願いします。と叫び出した。新郎が飛び出してきて。A さん、大丈夫です。僕が守りますから。って涙声で言うんだけど、それでもやめなかった。新郎母はたじたじ。新婦も、ドレスを抱えてやってきて、A に覆いかぶさるみたいに抱きついて。A ちゃん、もうやめて。って泣いてたよ。A、顔上げて、涙でぐしゃぐしゃになって、新婦を抱きしめてた。だって、新婦はすぐ我慢するんでしょうが。私知ってるんだからね。あんた、いつも手紙にいいことしか書かないけど、そんなの嘘じゃん。あんたが、中学も高校もいじめられたり、一人ぼっちだったの、マルコが言ってたんだから。A と新婦が一緒に過ごした時期に、新婦が身を寄せてた親戚の子。あんたが話してくれるまではと思って黙ってたけど。結婚なんて一生もんなのに、あんたが、また、私の知らないところでいじめられて過ごすなんて、私、もう、絶対に絶対に嫌だからね。うわーあーん。なんて号泣するもんだから、新郎新婦はもちろん、聞いてるこっちも号泣ですよ。そのうち、新郎両親も加わって号泣。会場スタッフも泣いてた。恥ずかしながら、うちの親戚の年寄りが、声高に新婦をないがしろにする発言したり、新郎母が、A さんに、あんな孤児の友達だなんて、てぷぎゃーしてたんだよね。それで静かに怒ってたんだろうな。式の後、A さんがすぐ帰るというので、新郎母がぜひ泊まって行ってくれと引き止めていたんだけど、本当に仕事が忙しくて、やばくてすぐ帰らないといけないからと、飛ぶように帰って行った。別れ際に、新婦に、
辛いことがあったら、私んとこにおいで。あんた一人くらい養えるし。って言ってた。A さんが仕事で言ってるのは、私が留学を予定しているところだったので、意気投合してメアドを交換したんだが、その後、レンタル振袖なのに土下座するわ、ビールこぼすわで、結局買い取りになった挙句、飛行機に乗り遅れて、仕事忙しすぎてマジで死ぬかと思った。と聞いた。新婦は、新郎両親に可愛がられて、楽しそうにやってるみたいだし、A さんが一番不幸だったのかもしれん。あと、A さんの騒動で、その後の出し物で、親戚のばあちゃんが楽しみにしていたカラオケがなくなったのも、